タケノコ掘り。もう20年くらい前の話だが、小学校4年生くらいの頃、山梨のじいちゃんの家にタケノコ掘りに行った時のこと。春休みだったかゴールデンウィークだったかは忘れたけど、我が家では毎年春先になると、じいちゃんの家の裏山にタケノコを掘りに行く習慣があった。その日も例年同様に、朝からみんなで裏山でタケノコを掘っていたんだ。親父と母ちゃんペアと、俺とじいちゃんペアに分かれて。じいちゃんはタケノコを見つけるのがすごくうまくて、俺はじいちゃんが掘ってみろって言ったところを掘るだけだったんだけど、ザクザク取れて、すんげえ楽しかった。おかげで、昼過ぎぐらいには持ってきたザルがいっぱいになった。親父と母ちゃんのペアも守備は上々だったみたいで、そろそろ切り上げて戻ろうぜって話になったんだけど、まだ掘っていたかった俺は、じいちゃんにわがままを言って、もう少しだけ裏山でタケノコを掘ることにしたんだ。で、掘ったタケノコは、親父に持って帰ってもらって、じいちゃんと二人でタケノコ掘りを続行して、しばらく経った時、何かさ、急に変な匂いがしてきたんだよ。柑橘系の匂いっていうのかな。オレンジみたいな匂いがむわっと。もうね、漂うなんてもんじゃない。狭い部屋に、香水をぶちまけたような感じで、あたり一面いきなりオレンジ臭。息をするとむせそうになるレベル。あたりを見ても、それっぽい花とか果物なんかない。竹林なんだから当たり前か。じいちゃんも俺もさすがにこれは異常だと思って、急いで撤収することにしたんだ。裏山の細い道を二人してタケノコを抱えて早足で下っていくんだが、いくら歩いても匂いを抜けることができない。俺はだんだん怖くなってきて、泣きながらじいちゃんの服の背中のあたりを握りしめて歩き続けた。時間にしたら20分かそこらだったかな。テクテク歩いて、ようやく道路が見えるところまで降りてこられた。心底ほっとしたよ。オレンジ臭は気がついたらなくなってた。けどそこからじいちゃんの家に帰ってからが大変だった。どういうわけか、俺とじいちゃんが帰ってきたのは翌日のお昼くらい。親父たちと別れてから丸一日くらい経ってた。俺とじいちゃん的には、親父にタケノコを渡してからまだ2時間も経っていないんだ。親父が言うには、夕方になっても帰ってこないから、心配になって裏山に探しに行ったがどこにも見当たらない。どこかで怪我でもして動けなくなっているのかも、とか考えて、ご近所さんやら消防団やらに連絡して、みんなで手分けをして、裏山中を探してもらったんだが、見つからなかったんだそうだ。その後一応病院に連れて行かれて、いろいろと検査をされたが、全く異常は見受けられず。じいちゃんの家で、ばあちゃんと母ちゃんからしこたま叱られた後帰宅。それからもちょくちょくじいちゃんの家には遊びに行っていたんだが、怖くて裏山には近づかなかったんだ。
オレンジ州についてはいろいろと聞いて回ったものの、全くわからない。じいちゃん家のご近所のじいさんばあさんたちもまるで聞いたことがないとのこと。場所は、山梨県の稲子沢とかいうところ。誰か何か知ってる奴がいたら、情報を求め。埋めた井戸。もう20年近く連絡を取っていませんけど、かなり前に勤めていた道路舗装作業員の方で、通称春さん。50年近く道路舗装の仕事に携わっていた大先輩の体験談です。春さんは調子よく話すぶっきらぼうな性格な方ですが、この件の話は全く嘘吹いた話ではなく、周りの方もこれは本当の話だと言っていました。その話とは、古い井戸にまつわる話です。春さんが道路舗装の仕事を始めて5年くらいした頃に、ある仕事が舞い込んできました。仕事の内容は、一般客のお宅の裏の空き地を月決め駐車場にするため、舗装をお願いしたいとのこと。春さんは、その時の舗装会社の親方から任されて、何人か連れて、その仕事に出向きました。舗装する前に、採石を敷き鳴らすわけですが、その時に、小さな古い井戸を見つけてしまったんです。春さんはサービスでその井戸を埋めてやれと、そのまま採石を放り込み、仕事を続けました。春さんはその日、40度の熱を出し、1週間くらい体調を崩しました。その時の代わりに、自分の仲間に仕事を任したのですが、仲間は工事が終了した翌日に交通事故に遭い、複雑骨折6ヶ月の入院となってしまったんです。春さん曰く、人間っていうのは不思議なもので、その時は何か不思議な感じがあったみたいですけど、時が経つと全く忘れていたようです。それから10年くらいして、同じような仕事が舞い込んできたのですが、前にあったことは全く忘れてしまっていて、そこにも井戸があったんです。春さんらしく、またサービスで埋めてやれと埋めてしまいました。そうしたら、その晩、前回と同じく足腰が立たないくらい、高熱にうなされて、そこでやっと前回のことを思い出し、他の仲間に継続させるとまずいと思い、工事をストップしました。春さんはどうしていいものか、さすがにその時はためらいましたが、仲間のつてで祈祷師さんを紹介してもらい、今までの話をすると、祈祷師さんは、井戸を掘り起こし直し、自沈をして、井戸を埋めずに、直径2センチ程度の穴の開いた鉄板を敷いて、その上から舗装せよとのことで。その通りに工事を進めたら、何も起きなかったらしいです。穴というのは、木を出すためと、春さんは言っていましたが、この木とは何なんでしょうか。この木を出す穴を設けてやらないと、どうも同じことに見舞われてしまうらしいです。以後この方法は、春さんは井戸のあるところで舗装する場合、必ず実施をしてくれと。昔に聞いたのを思い出して、
ここで話した次第です。親父の正論。うろ覚えなんだけど、俺の親父が出張先のホテルで体験した話。場所は博多駅近くの某ホテル。親父はそのホテルの部屋に入った時、なんとなく嫌な空気を感じたそうだ。出張先での用件が済んで、親父が部屋で寝静まった頃、よくある展開だけど、金縛りにあった。目を開けると、髪の長い女が、親父の上に覆いかぶさるようにまたがって、首を絞めていたのだという。女は、狂気のこもった目つきで、親父を睨み、出て行け!と、うなるような、叫ぶような声を上げていた。後に、親父がこの話を語ったとき、出て行ってほしいんだったら、金縛りなんかするなよな、と、ぼやいていた。その後、細かい展開は忘れたんだけど、気がついたら女はいなくなっていて、金縛りも解けていたらしい。しかし、まだ朝には早い時間だった。幽霊などという、口頭無形な話で、同僚の部屋に逃げるのもどうかと思ったのか。親父は、カバンに入れて持ち歩いている神社のお守りを手に取って、再びベッドに戻ったそうだ。翌朝、手に持っていたはずのお守りが、手が届かないところに移動してしまっていたとか、いろいろ変なことはあったらしいが、それ以上大したことはなくて、親父はなんとか出張から生還した。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた、一週間の始まりですからね、午後からパパパッと用事を済ませて、パーッと明るくでパッと寝てね、英気を養いましょう。そして今日のラッキーアイテムになります。今日のラッキーアイテムはトイレットペーパーでございます。皆さん、トイレットペーパーちゃんとストックありますか？なかったらね、早めに買っておいた方がいいですよ。え？足りなくなったんですか？いえ、違うんですよ。たまたま僕がちゃんと土日にね、ストックを買っておいたんです。またそういうわけのわからん理由で、このラッキーアイテムは決まっていくのでございます。さあ、それではまたお会いしましょうね。お離れ婚です。またね。あ、明日はね、28日、ルルナルズバースデー。お花るこん。